はい、今日はここですね、はいはい、赤坂にある、うん、特選米沢牛が食べられるお店、つくしん坊にやってまいりました。ここはなんと、うん、赤坂と南青山の中間にある、うん、とっても雰囲気のいいお店なんですよ。おしゃれじゃないですか。そしたらおしゃれですよ。それではですね、皆様、うん、早速本場の米沢牛を食べに行きましょう。はい、つくしん坊は焼酎が100種類以上あるんです。中でもおすすめなのは九州限定販売の芋焼酎。まろやかで濃厚な味わいはどことなく昔懐かしい味を連想させます。ではここでつくしん坊一押し特選米沢牛のご紹介。焼けたみたいですよ。してくれるんですね。ありがとうございます。こちらタレ3種類、塩3種類ご用意してございますので、はい、お召し上がりください。はい、ありがとうございます。やっぱり通はやっぱり何といってもお肉といえば塩で。そうですね、塩でお召し上がりいただくのが一番。はい、これ塩もですね、こちら3種類あるんですけども、はい、こちらのあの塩の種類っていうのは。そうですね、こちらから一番辛いお塩になりまして、こちらが一番甘いお塩になります。産地の方が違いますので。あ、そうなんですか。この真ん中のね、赤い塩があるんですよ。ありますね。こちらでじゃあちょっと僕食べてみたいなと思いますんで、はいはいはい、ちょっとこちらのお塩、いただきます。すぐ切れるんや。切れた。これはもうね、すごい。お肉の甘みと旨みと全てがね、炭火なんで包まれてる感じしますよ、これ。なるほど、うん、食べてみてください。じゃあ僕じゃあ今度タレの方でいいです。デザートの方も自家製で全部手作りのデザートをご用意しております。状況に合わせていろいろな部屋をご用意しております。半個室は2名様からご案内できます。一人でも気軽に立ち寄れるカウンター席もあります。焼酎を飲みつつ有意義な時間を過ごしてみませんか。つくしん坊でお待ちしております。